えっと、現場と本社がですね、なのでリアルタイムに同じ情報を見れるツールじゃないと、まあ、先ほどのニーズは満たせないんじゃないかっていうところですね。で、えっと、言い方を変えると逆の目線で言うと、えー、なので、マクロで集計しているとかですね、あの世の中ではですね、エクセルファイルを取り込むツールっていうのもあって、それもですね、うい文句として、予実のデータを扱っていると、予実管理ツールって言ってるツールもあるんですよ、実際。でも えとマクロで集計している時間にです、ね、実際、実態は変わってきてしまっているので、えー、まあリアルタイムな業績管理は少なくともできていないですよねっていうところですね。まあ、これがあの結局です、ね、そのマクロとかエクセルファイルをなんか取り込むツールとか入れてもです、ね、結局、数値に対しての信頼性っていうか、えー、が上がらないという原因はそこにあるんじゃないかというところですね。